塚田彩香です。スリーサイズは90、58、88です。今回は皆様のおかげで上位に入ることができました。応援ありがとうございます。ミスフラッシュ2020、絶対にグランプリ取りたいので応援よろしくお願いします。あゆぽんでした。幸せ抱かれていたい、あなたも。はい、名古屋駅徒歩2分にある名古屋アイドルシアターでほぼ毎日ライブしてます、イノセントリリーの関川瑞希です。私はえなこさんに憧れてこの業界に入ろうと思いました。えなこさんの作った衣装を着てグラビア撮影するのが一つの目標です。ミスフラッシュ2020、これからも頑張っていきますので末永く応援よろしくお願いします。関川瑞希でした。私はメインの活動はリスキーメロディーというガールズバンドのボーカリストなんですが、今回初めてグラビアに挑戦しています。この9頭身という体を武器にこれから頑張っていこうと思います。このミスフラッシュ2020をきっかけにキナーリスのこと、リスキーメロディーのことをたくさんの方に知ってもらえたら嬉しいです。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。一人じゃ生きられない、支えが必要でしょう。小賀春菜です。普段はワンワンワンというアイドルグループで活動しています。普段ネクラな立ち位置で、今回初めての挑戦ですごく緊張しているんですが、周りのみんなに支えられて今回この PR タイムをいただくことができました。そして見ている皆さん、少しでも気になってくれたら応援してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。藤田いろはです。いろはって呼んでください。今日は皆さんに応援していただいたおかげでこういったテレビに出させていただきました。本当に応援してくださりありがとうございます。ミスフラッシュは、私らしく楽しく頑張るので、令和初の夏をすごく熱く盛り上げていきましょう。チーム藤田、頑張りましょう。よろしくお願いします。